高野清は中世に高野山を本拠とした遊行者。日本の中世において高野山から諸地方に出向き、漢人と呼ばれる募金活動のために歓迎、衝動、納骨などを行った僧侶。ただしその教義は、新言宗よりは浄土教に近く、念仏を中心とした独特のものだった。遊行を行う僧は奈良時代に登場したが、高野山では、 平安時代に発生。始祖としては、小田原清の恐怖ところ妙変、長元らが知られる。高野清は、複数の集団となって高野山内に居住したが、その中でも、蓮華、谷清、剣道将、先住院清が三集団が最も規模の大きいものとして知られる。こうした清は、 高野山における僧侶の中でも最下層に位置づけられ、一般に行商人を兼ねていた。時代が下ると学旅方や工人方と共に、高野山の一勢力となり、諸国に高野信仰を広める一方、連覇会を催したりして、文芸活動も行ったため民衆に親しまれた。しかし一部においては俗悪化し、村の街道などで、今宵の宿をかろう、宿をかろうと声をかけたため、 読み近いとも呼ばれた集団もあった。また、高野清に宿かすな娘取られて恥かくなと俗用に歌われているのはこのためである。織田信長は、天正6年に、機内の高野清1383人を捕らえ、殺害している。高野さんが信長に敵対する、荒木村重の残党をかくまったり、足利義明と通じたりした動きへの報復だったと、言うが、 当時は、高野清志になりすまし密定活動を行う患者もおり、これに手を焼いた末の対象だったとも言われている。江戸時代になって幕府が、統治政策の一環として、段下制度を推進したこともあり、刺し物高野清志も活動が制限され、やがて衰えていった。なお、高野清志はタガメを刺す夏の季語としても用いられる。ありがとうございます。